ございます。ただいまから令和5年度新規採用職員事例交付式を行います。宣誓。私はここに主権が国民に損することを認める日本国憲法を制定し、鈴木廉。お願いします。一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。三条市長の滝沢でございます。本日から、正確に言えば4月1日からですけれども、皆さんと一緒に働くことができること、そして皆さんと一緒に三条市をさらにいい方向へ前に進めることができること、私をはじめ全ての職員が心待ちにしておりました。本当に皆さん三条市役所を選んでいただきまして本当にありがとうございます。まずはお礼申し上げます。よろしくお願いいたします。長谷川市民部長です。長谷川です。やるもできるとは思っていません。職員の方事務連絡です。